日々の御言葉の時間となります。今日は担当させていただきますおかりです。福音の朗読から始めたいと思います。ルカによる福音。その時イエスは言われた。あなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。発火や温厚やあらゆる野菜の十分の一は捧げるが、正義の実行と神への愛はおろそかにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより十分の一の捧げ物をおろそかにしてはならないが、あなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。街道では定席につくこと、広場では挨拶されることを好むからだ。あなたたちは不幸だ。人目につかない墓のようなものである。その上を歩く人は気づかない。そこで立法の専門家の一人が、先生、そんなことをおっしゃれば私たちも侮辱することになりますと言った。イエスは言われた。あなたたち立法の専門家も不幸だ。人には背負いきれない重荷を負わせながら、自分では指一本もその重荷に触れようとしないからだ。今日の福音朗読では、イエスはファリサイ派の人々、律法の専門家に対して直接にこう言います。ファリサイ派の人々は不幸だ。律法の専門家も不幸だ。不幸という言葉をはっきり言うと、災いあれ、災いあれ。言い換えれば、ファリサイ派の人々に災いあれ、律法の専門家に災いあれという意味しています。これは驚くべき厳しい言葉だと言えるでしょう。新約聖書を読むと、イエスファリサイ派の人々と律法の専門家の間では激しく論じ合うことは日常茶飯事であったことということを明らかにわかるでしょう。でも気になったのは、イエス様がなんでそんなに厳しいことをファリサイ派の人々に対して、および律法学者の人々に対して言ったのでしょうか。その理由はここに書いてあります。ファリサイ派の人々は正義の実行と神への愛はおろそかにしているからです。あるいは本当の偽善者のように定席につくこと、そして広場では挨拶をされることは非常に好む人からです。一方、律法の専門家はここに書いてある通り、人には背負いきれない重荷を負わせながら、自分では指一本もその重荷に触れようとしないからです。そういうことを書いてあります。この福音朗読から何のことを覚えないといけないでしょうか。ファリサイ派の人々のような不幸なものにならないように、正義の実行をし、心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くして神を愛することは大事だということを覚えること、そして律法の専門家のような不幸なものにならないように、隣人を自分のように愛することも大事だということを覚えるのが大切だと思います。だからこそ聖書に書いてある通り、義に飢え渇く人々は幸いであるということを覚えて生活を送るのが大事だと思います。引き続き神様の恵みを願いながら、慎んで祈りましょう。